改めてペンを取っては見たものの、どうも言葉になりそうもない。飾るのは難しくないが、伝わりきるとは思えない。言葉にならない言葉を探し、言葉にしようとしてるとこ、回りくどい自己矛盾だけど、書きたかったのはこれかもしれない。輪郭をピッと描けばそれで済むかもしれないけれど、デッサンしたいわけじゃないから、スケッチに留めておくよ。いつか分かってくれればいいし、今は分かってくれなくていい。ただ一つ望むとすれば、雨の日でも笑う人であれば。ワンツー。表現は基本一方通行、一行一行緊張すんぞ、記録するでも詩を綴る。俺にできっこと一つずつ、変なところでメンタル弱えから連絡来ねえと不安になる。それでも俺は物書き、それも言葉に乗っけて歌っちまう。見知らぬ天井ならない電話、考えすぎて頭に。 Last dance for me, save the last dance for you, save the last dance for me, save the last dance for you, save the last dance for meSave the last dance for you. Save the last dance for me. Save the last dance for you. For you, 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 you. And me. You know what I'm saying?僕たちの知らない羊が一つバラを食べるか食べないかってだけで全く別のものになってしまう。空を見てみよう。心で考えてみよう。あの羊はあの花を本当に食べたの。雨にも負けず、風にも負けず、よだかはまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛び回りました。それからにわかに、よだかは口を大きく開いて、羽をまっすぐに張って、まるで矢のように空を横切りました。よだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。青い目をした子犬、光の蛇の道具を けれどもまだまだ小さな子供たちや親たちやなんかいて、とても押しのける勇気がなかったのかと言いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるんです。人は寂しい時にも、お月様を見たいなって気持ちの時にも、
涙を流しますからね。そのお魚が泣いた夜はきっと私がいなかったんでしょう。初めて女の子は寂しいということが分かったのでした。女の子はポカポカと暖かい白い砂浜に座ったまま海を見ながら、行ってしまった寂しいお魚のことを考えながら、いつまでもいつまでも涙を流しておりました。クマ、俺はてめえを憎くて殺したんじゃねえぞ。俺も商売ならてめえを撃たなきゃならねえ。結局山のクマたちは小十郎が好きなのだと言っても、追いかけられて見つかったりばったり出会えば容赦なく戦った。麗しい所作を見た。願わくば
21で最終回になります。最終回は10年前から予告していた通り、僕ずっとちっちゃい頃から遊んでいた綿の葉の菜の浜で開催しようと思ってます。で、過去の出演者延べ多分200名ぐらいになるんですけど、その方々できるだけ皆さん呼んで何か入れたいなっていうふうに思ってました。先日、海で何ができるかなと、音楽とか演劇とか朗読とかダンスとかたくさんのものがあるんですけど、それを考えた時に何かどれも違和感があってずっと悩んでたんですね。でそんな中またこういうコロナの状況になって、いやどうしよう、何ができるんだろうと思って、自分の中で一個、あ、これはしっくりくるかもという、ものが思い浮かびまして、それで最終回を迎えようかなと思っております。せっかくなんでこの場でそれをちょっとだけ発表させていただいて、R ボリューム21、おそらく来年の夏真っ盛りじゃなくて9月の涼しくなった頃に、やります。長浜で、過去出演者全員揃ってゴミ拾いゴミ拾い、なんかイベントじゃないなと思って、ね、これまで長浜掃除してくださった方もいっぱいいたし、イベントもやってる方もいるんですけど、みんなでまず海でゴミ拾いをしたいなと思います。